朝日でアリンス、何日3日ぶりぐらいのお弁当です。作っていきましょう。Thank you.
大企業の中に起こせたから道の向けは。東京の駅ならね、なんとかね、いいけど、全然キッチン入るとかね、こういう落とし方は辛いわ。卵にバジルも入るからね。バジル絶対に合わへんからね。私はやったことあるんで、ね、味は無駄だと思ったら美味しいけどね。
お弁当のおかずが食べたいねとか。ちょっと竹作ったるわ。朝からお腹減った。早起きたね。多分早起きだったから雲が怖って寝られへんなんちゃうかな。あライブ前に聞いてたでしょ、ライブ中に聞いてたでしょ、そうなると2匹で4匹雲が出たの、もうめっちゃおんねん今、うん、明日かごも可愛いから好きやねんね。歌を焼いていきましょう。
生姜焼きの完成のと今回豆腐を入れて、柑橘、牛乳果汁、シソ、シソ半日でか、半日で混ぜてしまいます。踏み出して OK です。それでは、きんぴら。暑いな。全部出せなくなるよ。今日動きが遠いから時間かかってる。
とね、ちょっとね、今日は光が言ってたやつ作ってみよう。酒とみりん、絶対美味しいって言ったら、海苔ベースのね。うん。味深い深い。あ、そうだ。ご飯にもちょっと取ったのか、朝ご飯に。もっと数えればよかったかな。いいね。はい、完成。今日のお弁当は、海苔弁、海苔弁に、生姜ポン酢、豚の、生姜ポン酢焼き、で、トリュフ香る卵焼き、バジル入り、で、今日はハマスイです。出させておきましょう。熱々でね、蓋するのがコツです。菌をね、繁殖させないようにです。落としちゃうとね、菌繁殖しちゃう。一番これをね、そこに入れとくことで、ね、中がすごく保温されない。お味噌汁がね、激烈に熱いらしいよ、飲むとき。ってことは、そんだけ温度が下がってないっていうことで、ね、安心できます。はい、以外は、ね、今日お弁当の方のおかずで、ね、ご飯食べるでしょう。これできました。じゃあ、入れちゃうかな。あれは、起こす5分前やねんけど、今シャワーしてるから起こさんでしね。完成。
5分前に起きてくれちゃうわ、珍しいな。ということで、今日のあっちゃんのお弁当作り終わりました。暑い、たまりません。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのお弁当作り良かったと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。